ファイテオチャンネルママでーす。はい、今回はちょっと苦手なもの紹介だいぶな苦手やけど頑張って紹介していきます。そんな苦手なママさんに、はい、どえらいもん、どえらいもん届いてませんか。どえらいもん届いて、こちらなんかコンテナみたいに見えるでしょ。なんとポータブル冷蔵庫です。これすごいよな。これすごいの届きましたよ。ちょっと驚いたわ。ほんまにビビるわ。このアイスコっていうポータブル冷蔵庫になります。それの、サイズが35リットル、一番でかいやつ来ましたいや、今までポータブル冷蔵庫っていう概念なかったけど。概念は一切なかったっすいや、あったらあったでめっちゃいいよなまず氷がもう一切溶けへんし、あとねアイスクリームが食べれるアイスクリームこれありそうでなかったちゃうかな。アイスを持ってきて食べるっていうのはなんかキャンプ場でな、売ってて買って食べるとか言ったら分かるけど、そうそうそう、持ってきて好きなアイスを買って持ってきて食べれるっていうのは結構でかいかもしれない。そう、やっぱりいいよな。何でもできるんちゃうかな。ママさん一年中アイス食ってますもんね。はい、ハーゲンダッツばっかりいつもクソ高いの買うからね。いやでもな、キャンプの時ぐらいやから。いつもさ、あのクソ高いの買うからさ、なんでやろうな、なんでやろうな。頑張ってきたからや、頑張ってきたからや1週間頑張ってきたからやって、ゆいちゃんはもっと可愛く言ってくれますけども。可愛いからなじゃあこちらのポータブル冷蔵庫、ちょっとザクッとスペックを、はい、紹介していきたいと思います。スペックを紹介して、じゃあください、お願いしますこちらの アイスコっていうポータブル冷蔵庫で、サイズは35リットル、でマイナス20度から20度まで、マイナス20度から20度まで、上20度まで、もうすげえの調整が可能なんですね。で、はい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 、部屋がね2つあるの。すごいな。すごいでしょ。別々で温度調整が可能。そう、しかもこちらの温度調節とかをこのアプリで操作できるというすごいね。右左の部屋の温度今こんなんよ言うて書いてます。こっち0、こっちマイナス12度で、まあ、いろいろオンオフもできるし、冷蔵の調整もできるし、急冷モードっていう急速に冷やすモードっていう調整もできる、まあ、その他いろいろ設定できるようになってます、アプリで。これめっちゃ便利やな。すごいよな。でもちょっとあの私には重すぎました本体が多分10キロ超えてるんですよね。そう、本体自体が 14.5 キロあります。本体重量 14.5 キロあります。やっぱりバッテリーとか、それは重いわ。モーターやらなんや多分ここら辺に入ってるから重いと思う。まあでも10キロちょいやったら持てる。でもな、中入れたら持たれめっちゃ重かっただからサイズがでかいねんな。そう、サイズがもうそもそもサイズがもうでかいのよ。70センチぐらいある、高さが40センチぐらい、まあ、奥行きも36センチぐらい、まあまあの大きさ唯一の、うん、まあデメリットまではいかへんけど、うん、重さと、うん、やっぱサイズがどうしても
上がってきちゃう。上がってきちゃうよね。ただこれ1台あったらもう冷蔵庫いらないよ。あの冷蔵庫、クーラーボックス、クーラーボックス、クーラーボックスは持ってこんでええし、今までだってイエティとエオクーラー出したらこれぐらいの大きさだったやん。じゃあ冷蔵庫、冷蔵庫もうええでしょって言いそうな本気で間違ったやん。クーラーボックスはそう軽いけどやっぱり冷え切らへん部分とか凍りすぎる、自分で調節がちょっと難しいけど、これはボタン一つで調節、微調節できるからいいと思うな。素晴らしい。ほんであの見た目ポータブル冷蔵庫ってこんなイメージあった？みんな確かになんかもうちょっとなんか違う素材の、ほんまになんか冷蔵庫に近い素材のなんかあれなんてプラスチックじゃないけど、ちょっと PP 素材みたいな、そう分かる、そういう感じのプラっぽい、プラっぽい感じの素材のやつばっかりしか見てなかったから、アルミコンテナじゃんこれ。衝撃的だった見た目も。もう一軍やろそら。だから2泊とかでもいいサイズだと思う。ファミリーのことが多いからやっぱり3人分ってなるとちょうどいい。2泊までやったらいけそうな気がする。氷もまあまあ使うし、うち。ちなみにこれお値段いくらなんですか？これはね、私1回見たんやけど10万超えでした。1回商品もうええでしょ商品ページ見てみたら、Amazon で今109,000円。まあでもそれだけの価値あると思います。まあちょっとあの電源サイトとかポタ電持ってる人じゃないと厳しいもんあるけどな。厳しいっていうか疲れへんただのアルミコンテナになってまうけど、アルミコンテナ食材入れてるだけだから。でも一応10時間電源なしで10時間は保冷できる。一回冷やしたらね、そう、そのままの保冷状態が保てるという。あと1個サイズ小さい20リットルっていうのがあるので、そちらもねぜひ見てみてください。リオキャンとかあソロやったら20リットルでいけるよ、十分やと思う。これの半分ちょいのあれだから、でちょっと浅めになるのかな、浅いサイズで。もうだってワインがさ立ったまま入るよ。すごっ。これよ、これもしかしたらもうイエティ使わないかもしれないですね。はい、まあ冬は使うかもしれんけど、あれだけでいけるんやったらな。あ、使うかソロの時とか。ソロでこれちょっとでも夏は持って行きたいかもしれん。夏のソロキャンとかやったらアイスめっちゃ入れていく。まあいろんな夢広がる冷蔵庫ちゃいます、ポータブル冷蔵庫。初めて使ったけど、いいなって思ってしまった。ああ見た目もさ最高じゃない。でも今までのさ、パイティアがやったらもう10万超えちゃってるわけじゃないですか、はい、ってなったらもう値段で恥出たやん。10万やったらもう勝てないやんか、勝てないです。高いから、じゃあこのさ商品の素晴らしさをさ、知らんままね、知らんまま終わったわけやんか、だからその買わない理由が値段なんやったら俺は買った方がいいと思うで、買う理由が値段やったら買わん方がいい。どういうことなんでしょうかね。だから値段が高いからいいやろう、やったら買う方がいい。はいはいはい、で値段が高いから買うのやめようやったら買った方がいい。それを意識することで人生ってもっとより良くなっていくと思う。でも1万超えの T シャツはどうかな思うけど私はね猫が乗っただけで怒るっていうな猫がな、T シャツの上で寝とったよ。びっくりしたもん。ベージュさん言い出したもんな。言った言った。言った、ママさんに。ベージュさん言って。言った。恐ろしい男ですわ。もう。新しいの、買え、言って。ビジュー。
さっきなんか言おうともしてんけど忘れたそれでもたうんもうないいっすね。でも俺もうわめっちゃ気に入ってる。私も、うん、開けた瞬間にえってかわいいってなった。かわいいよな見た目が。もうアイスしか言いられない。アイスこアイスアイスもうええでしょエラー表示みたいなもんって書いてくれてんやん。バッテリー電圧が低下していますとかファンが故障しています、なんかいろいろ何かなって診断がここでできます。ほんでここに適正温度みたいなの書いてるわ。魚とか餃子とかお寿司とか。これもう店で出てくるやつやん。店で生です言うて出てくる発泡酒このキャンキャンに冷えたジョッキと冷えたビールでこんなもんできます。いただきます。ではでは皆さんお疲れ生でしたうまいということで今回はこちらのポータブル冷蔵庫アイスコの紹介動画でした。皆さん気になったら下のリンクから飛んで。下のリンクではないね概要欄概要欄のリンクから飛んで見てみてくださいね。相手はチャンネルママでした。またお暇でーす。